はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はメダロットですね、メンテが開けたので、ちょっとね、まあいろいろ見てみようかなと思いますってことでね、軽くね、目を通してみたんですが、まあコンビニとか激闘はとりあえずいっか。今回のイベントで、挑戦ロボットルリン太郎編が来ましたよと、いうことで、これに関してね、特攻が特攻の話もあるんだけど、まあちょっと、どっから行こうかな。あ、そっか。まずね、今回ね、第2回と一緒でみんなでミッションみたいなんだよね。なんかね、俺はね、第1回みたいなランキングの方がいいんじゃないかなと思ってたので、まあ3回目ね、リン太郎も、ハウルの時と同じ、みんなでミッションだったのはちょっとなんか、どうかなっていう気がしてるんだけど、っていうかさ、ランキングとみんなでミッションってさ、別に並列してできるよね。なんでやらなかったのかなと思ってさ、なんか3回目は両方合わせたやつでやればいいのにっていうのはちょっと思った。別にさ、みんなでミッションがあってもさ、ランキングイベントやれるよね、隣で。累計ポイントがあって、まあ最後ね、ループするようになってて、みんなでミッションもあるけど、ランキングもやるよとかってね、できたと思うんだけど、それしなかったのがね、ちょっと意外かなという感じですね。で、ボーナスポイントなんだけど、メダロッターはリン太郎、光る一騎荒瀬ってことでね、まあ主人公組って感じなのかなが、ポイントが上昇しますと。で、メダロットの方の、特攻については、まあ新しいガチャが来るわけじゃなくて、スミロドーナットオーバニットが、特攻でね、出てますと。で、ブラックミール引けなかったやつがね、10% できてて、今回手に入るパーツのシーガルも特攻だよと。で、あとアークビードルが 5% で、あと今、激闘できてる、シアンとダイちゃんコサイドムーブかなが 6% だよと。まあシアンドックが育ちきってるので、純正最大でシアンドック見た時に 24% ということで、まあアークビードルはちょっと、育ちきってはいないので 20% まではいかないんだけど、そうだね、星3のパーツもあるから15-16%は出るのかな。だから 40% ぐらいはね、今の状態でも乗るんだと思うんだけど、でもでね、ちょっとね、スミロドナとオーバニットね、迷ってたけど、今回のやつがランキング以外だったら普通に引いちゃってもいいかなと思ったんだけど、別にランキングじゃないなら、まあなんか持ってるやつでね、ノルマ達成できると思うので、ちょっとね、なんか微妙かなと思い始めてますという感じだね。だからね、ちょっとね、どうなんだろうな。みんなでミッションってさ、あってもいいんだけどさ、並行してランキングもさ、やればよかったのにっていうのが、ちょっと正直な感想っていうかね、ロムがいっぱい手に入るかもっていう話からすると、もしかしたらランキングもね、復活するんじゃないかなとは思ってたっていうか、勝手に予想してたんだけど、その予想はね、外れましたって感じですね。で、一応ね、サイドムーブ、シアンドックはね、研究値集め終わってるので、サイドムーブと大ちゃんこなんだけど、別に俺は、どっちもね、1000まで持っていかなくてもいいかなぐらいに思ってるので、とりあえずね、サイドムーブは一通りパーツは持ってるので、大ちゃんこもね、ルビー回収がてら一通り、パーツは集めておこうかなと思いますぐらいかな。で、こっちが挑戦ロボトルの第3回リン太郎編ということでね、そう、みんなでミッションの隣にさ、ランキング別に置いといてもよかったんじゃないかなっていうのをね、本当思う。で、多分ね、ランキングがあればみんなでミッションって楽々クリアすると思うんだよ、上位を走る人たちがいるから。なんでどっちかって思ってるのかな。どっちもやってもよくない？同じ、挑戦ロボットで1回でみんなでミッションね、毎日のノルマがあって、まあ他にね、最終的な1週間の順位でランキング報酬も別にありますよ、でいいじゃんっていう気がするんだけど、まあ軽くこっちも見ていこうかって言っても、まあ前回と比べてどうだったかっていうのもあんまり覚えてないんだけど、どうなんだ？
あでもメダジウムは前よりくれるのかな、なんとなくだけど。そうか。でここで、ファイヤーメダルと、まあ実際やってみないとね、1回のロボトルでどのぐらいポイントが稼げるかとかもね、前回とちょっと調節されてるかもしれないので、ここのポイントだけ見てもね、手に入れやすいとかにくいとかがまあよくはわからないんだけど、まあざっと何がもらえるかだけ見ていきましょうってなると、まあ累計ポイントでもね、ロムが結構もらえるようになってるのかな今回は。そうか、なるほどねと。はいはいはい、どのぐらいなのかは分かんないな、全部5個ずつだね。はい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 、結構こっちでもらえるのも多いけど、合金はねケチだね、やっぱ最後に20個だけか。で、以降5000ごとに繰り返し、あ5000ごとっていうのはなんか緩くなったね。多分上の方だと1回であの特攻しっかり積んでれば5000ポイントぐらい入る仕様だったとね、第2回あたりの時は思ったんだけど、そうすると毎回何かもらえるって感じに直してある。そして結構メダジウムがやっぱもらえるな。そうだね、毎回メダジウムもらえるならこっち回るのも悪くないかな。まあちょっとねメダジウムもらえないゾーンっていうのが、ループの中であるけど、まあこれはこれで、ね、強化素材も悪くないから、これはなんか確かに累計が終わっても回ってループするところでも、もらえるやつは修正されて悪くない感じになってるかもしれない。これはだとすると第2回よりはみんなでミッションもこなしやすいのかなっていう感じはありますね。ただもう本当にねみんなでミッションだけだとだれるから、別に俺がね思いっきり走るとかそういう話ではないけど、ランキングもね、並列して開催してくれた方が良かったんじゃないかなというね、個人的な意見としてはね思いますね。でもしねこうみんなでミッションもランキングも両方やるよってやってくれたら、特攻を狙って引くのもありだったかなと思うんですが、まあ、とりあえずね今回は、見送ろうかな。まあ見送るっつってもね、ガチャ期間がね終了間際になってきたらやっぱりね、まあ期待コレクションとしては欲しいからね、1回ずつ引いてもいいかなぐらいには思ってるんだけど、まあ、今のとこちょっとねスルー気味で、行こうかなと思います。まあ別の特攻がねもしかしたらサプライズで来るかなっていうのもね思ったりしてたので、まあその辺も含めてねちょっと期間ギリギリまで、引かないかもしれないですね。で、フレガチャはフレガチャで、またね、5万ポイント貯まったら100連の動画を上げようかなっていうのはね、まあ続けていこうかなと思ってます。ということでね、まあとりあえずねこれから俺はねリンタロウ編挑戦ロボットでとりあえず回っていこうかなと思います。ということで今回の動画はこれで終わりにします。ありがとうございました。はい。